島津久光に連れられて上京し、倒幕の詔勅を期待していた青中組の過激派たちは、朝廷から下された詔勅が不穏の浪士を取り締まれとの全く裏腹な勅許であることを知り、ついにしびれを切らして大阪藩邸を飛び出し伏見へ向かった。そしてその中にたくましい若者に成長した吉之助の3番目の弟慎吾、後の西郷柔道といとこであり義理の兄弟にもなる大山弥助、後の大山巌の血気盛んな顔も混じっていた。これを知って激怒した久光は藩士8人を鎮圧に向かわせた。なんとも皮肉なことに、そのうち6人までが同じ青中組の同志たちであった。はいはい、どなたはんのす。待っておくれやす。有馬さん、何の下に奈良原どんが待っちょう。おまんさたちに話があるらしい。奈良原どんも来ちゃったか。まあ余計な話だ。大事な話らしか。訓命で希望した。どげな訓命じゃ。お藩らを藩邸へ呼んでこいと。それはまずか。こいから少年院の宮のお召しを受けて出かけるとこじゃ。訓命でご安堵。せっかくじゃどん、そん訓命には応じられもはん。とげにしてもな。シャットジャイ。ああ、ああ、もう暴れちょみんな気が入っちゃうな。罪はなか。頼む、やめたもせ。声がないごて直命じゃ。天使様が老いたちを切れんつか。おはんらは敵に好きはなか。おとなしく藩邸に出頭して悔やんせ。頼む、この通りじゃ。奈良原どん、何枚いった何万だ、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 何万だ。結局重傷を負った田中健介と森山慎吾左衛門は翌日切腹。西郷慎吾、
大山康介ら二十数名は鹿児島に送り返されて謹慎の身となる。襲う方も襲われる方も共に一徹な正中組であったことが薩摩藩内部の混乱を象徴していた。